コロンバンガラ島沖海戦。コロンバンガラ島沖海戦は、太平洋戦争、大東亜戦争中の1943年7月12日に、ソロモン諸島コロンバンガラ島沖で発生した海戦のこと。日本海軍のコロンバンガラ島への輸送部隊と、アメリカ海軍、ニュージーランド海軍が交戦し、日本軍は、軽巡洋艦一隻が沈没、アメリカ軍は、駆逐艦一隻が沈没し、 計状に洋艦3隻が大破した。アメリカ軍及びニュージーランド軍側の故障はコロンバンガラ海戦バトルオブコラムバンガー。なお、ここではコロンバンガラ島機海戦前の7月9日に行われた輸作戦及び海戦後の7月19日から20日にかけて行われた第7戦隊などの出撃と輸送作戦についても合わせと述べる。 1943年6月30日にアメリカ軍はレンドバ島に上陸し、7月5日にはニュージョージア島へ上陸した。日本軍は航空攻撃と水雷戦隊、駆逐艦主力で反撃を完工した。この状況で7月4日と7月5日に日本軍によるコロンバンガラ島への増援部隊の輸送が行われ、7月4日の輸送は ボールデン・エル・エーンスワース少々率いる第三十六点一任務軍と遭遇したため果たせず、七月五日の輸送では途中で再度第三十六点一任務軍と遭遇してクラワンヤ戦が発生し、任務は果たしたものの物件全量の揚陸はならなかった。また、秋月が宅地区間の新月、外内洋部隊増援部隊第三水雷戦隊機関がクラワンヤ戦で沈没し、 秋山照夫少々以下第三水雷戦隊司令部も全滅した。公認司令官、増援部隊指揮官兼任として7月7日付で、移住員松次大佐、当時、戦艦混合艦長が発令されて7月10日に着任するが、移住委員大佐の到着までの間、従順洋艦長会艦長、有賀工作大佐が臨時の増援部隊指揮官となった。さらに、 連合艦隊司令長官、小峠一大将は、第二水雷戦隊、司令官、伊崎俊二少将と、その機関人数特逐艦清志派、及び最上型重巡洋艦二隻、熊野、鈴谷からなる第七戦隊、司令官、西村昌司少将を、ラバウル方面に進出させて、南東方面部隊に編入させ、それぞれに出撃準備を命じた。 文田方面の戦闘は依然として厳しい状況であり、連合国軍の横腹をつくため陸軍は、ニュージョージア島へ一部の兵力を移すこととなった。その兵力として、コロンバンガラ島に駐屯していた第13連隊を転用することとし、転用に伴う小詰兵力の輸送は7月9日夜に実施されることとなった。同時に、水上戦闘が生起することを想定して、 ラバウル方面に、所在の巡洋艦、従順町会と、軽巡川内も引き連れることとした。輸送隊は、陸兵1200名、物件85トンを搭載。7月9日17時、主体と警戒隊、輸送隊は、部員を出撃し、ベラワン北方で輸送隊はビラに向かう。何ら妨害を受けることなく、輸送任務は成功した。 死体と警戒隊は、ニュージョージア島のアメリカ軍に対して、艦砲射撃を行った後、敵艦隊を捜索するが快適せず、7月10日に3体とも部員に帰投した。輸送作戦の効果は、味方の航空支援などもあって、効果的面であり、明るい材料が多いと判断された。しかし、第13連隊をニュージョージア島に移したということは、 その分コロンバンガラ島の兵力が減少したということにつながる。第八方面軍、今村人中将は、さらなる小詰め兵力として、不評第四十を連隊中から第二大隊と、砲兵一個中隊合計千二百名と、物件約百トンを送り込むこととし、その輸送作戦の指揮は、ラバウルに進出したばかりの伊崎少将に委ねられることとなった。一方、クラワン戦で、 軽巡洋艦エレナを失った第36.1任務軍は、その代役として、輸送船団の護衛任務についていた、ニュージーランド海軍の軽巡洋艦、リアンダーを引き抜いて、巡洋艦軍の2番艦とした。また、駆逐艦も倍以上に増加させ、前衛と後衛の兵力を増強した。輸送隊は、陸兵1100名、物件約100トンを搭載。 7月12日3時30分に推薦部隊はラバウルを出撃してブカ島北方を経由しクラワンに接近する。輸送隊は18時40分に部員を出撃した。これら日本艦隊の動きは沿岸艦シーによって察知されており、リレー形式で連合国軍に通報された。これを受け、南太平洋部隊第三艦隊司令官ウィリアム・ハルゼー大将は 第三十六点一任務軍に東京急行の阻止を命じる。二十二時三十五分、第三十六点一任務軍は先行する。策敵機から日本警戒隊発見の方を受信。震度二百七十度に変更し、速力二十八ノットで日本艦隊を攻撃に向かう。エーンスワース少将は、東野の戦法について、前回のクラワンヤ戦では、軽巡洋艦に、 レーダー射撃によって、先制攻撃を行い、魚雷回避のため、軽巡洋艦を退避させた後、駆逐艦に突撃させるという戦法を採用していたが、今回は、駆逐艦の突撃と軽巡洋艦のレーダー射撃を入れ替え、前衛の駆逐艦による雷撃の後に、軽巡洋艦がレーダー射撃を行い、一斉回答を行ってから、後衛の駆逐艦に突撃させるという戦法を採用した。 他にも、夜間偵察機を引き連れており、着弾観測を兼ねさせていた。第36.1任務軍のネックは、リアンダーの最大速力が28ノットしか出なかった、ことであり、エインスワース少将は、部隊の統一速力を28ノットに定めた。二水戦部隊の人形は単純人で、三日月を先頭に立てて、陣図、摂風、浜風、深波、夕暮れだった。 切風に装備されたばかりの逆端に最初に敵のレーダー波の反応があったのは22時30分頃だった。レーダー波が発生られた方向はスコールが発生していたため暗幕を下ろしたように暗く、ミハリーンの双眼鏡に敵の歓影は映らない。初の実戦となる逆端が確実に作動しているか疑問を残しながらも、電端室から刻々と報告される感度に従い、艦隊を進ませた。 22時44分、第938航空隊の水上偵察機が4隻の敵艦が、震度290度、速力20ノットで進んでいるのを発見し、人通に通報するが、当時、偵察機からの通信は、受信側への電波時間と暗号解読により0分前後の差が生じるため、陣通が、この通報を受信したのは十二時十七分で、すでに米艦隊は増速し、 日本艦隊をレーダーで捕捉する寸前まで接近していた。同22時57分、摂風の逆端は前方に第36.1任務軍からレーダー波が発せられているのを探知していた。日本艦隊は30ノットに増速、震度120度と四方来撃戦の用意をすると、23時には輸送隊を南西へ分離し、身軽な警戒隊6隻で単獣陣を組んだ。 一方の米艦隊は23時59分に、ホノルルのレーダーが日本艦隊を探知し、エインスワース少将は前衛駆逐隊に、魚雷攻撃、後衛駆逐隊に前方進出を命じた。両艦隊は反抗する形となり、相対速度60ノットで急接近した。23時3分、日米艦隊は距離2 4トルで、ほぼ同時に、 敵の艦影を目視で確認。第36.1任務軍はニコラスガに推薦部隊を発見し、日本艦隊は敵前衛駆逐艦、ついで本隊の巡洋艦隊を発見。人通は砲雷撃戦を加齢する。23時8分、人通は機関として後続の駆逐艦の雷撃照準を助けるべく、戦闘に立ち、サーチライトによる消死者射撃を観光した。 その5分後に推薦部隊は人数が照射した目標に対して砲撃及び来撃を負った。しかし時間の位置をさらけ出した人数は第36.1任務軍にとって絶好の目標だった。レーダー照準にて砲撃を集中させ集中砲火を一身に受けた人数は大破炎上し、いざき少将以下第二水雷戦隊の爆僚も戦死。 火事故障のため列外に飛び出る形となった。それでも人通は魚雷7本を発射した。その後、23時22分には貫室に多数の命中弾があり、2番煙突後方に魚雷が命中して航行不能となる。さらに23時48分、再度の魚雷命中により人通は大爆発を起こして船体が真二つになり、後部はすぐに沈没するも残った全部の一番。 砲塔は二時間もんも激しい砲撃を続けた。人数の戦死者は482名を数え、わずかな生存者は2名がアメリカ海軍の高速輸送艦に救助されたとも、21名が百、e、1 8 5に救助されたとも言われている。人数は後に、戦死研究家サミュエル・ E ・モリソンから、人数こそ太平洋戦争中、最も激しく戦った日本軍艦であると、称賛された。 第36.1任務軍の巡洋艦軍は、人数撃沈のために、ホノルルが1,110発、リアンダーが160発、セントルイスが1,360発の6インチ砲弾を消費した。人数への砲撃集中は、他の駆逐艦への砲弾の洗礼がほぼなかったことを意味する。当時、摂風の水雷長だった、斎藤和義、元大理は、著書で摂布の五艦板に、 巡洋艦軍からの不発手砲弾が命中したと証言しいるが、菅間艦長によれば命中弾はなく、五艦板に敵弾の破片が散っていたとある。斉藤元大尉も、摂風上院らがまとめた手記では、弾着は後方にそれて、無事、砲弾の破片が五艦板に残っていたと同じ証言をしている。摂風の水雷科歌手によれば、日本の水雷戦隊は、 水中でできたサボテンの林の中を突進しているような状態で単焦灯をつけて集中砲撃を受ける人数が観測窓から見えたという。浜風、深波、夕暮れは距離6000メートルで、摂風は距離4800メートルで右魚雷船、魚雷を発射する。魚雷31本を発射。摂風は故障で7本を。 に推薦部隊は北方を指正方に進路を取って、魚雷の次発装填に取りかかる。しかし旧式駆逐艦の三日月のみはそのまま、戦場から離脱していった。発射から約8分後の23時22分、リアンダーの右辺に、魚雷一本が命中する。先行防止火薬の黒煙に包まれて立ち往生した、刹那、もう一本の魚雷が、 左舷側ボイラー室に命中するも、これは不発であった。それでもリアンダーは浸水のため戦闘不能となり、前衛の駆逐艦から、護衛役に回されたラドフォードとジェンキンスに付き添われて、つらぎ島に下がっていった。リアンダーは、つらぎ島、オークランド、ボストンで修理を受けたが、二度と戦場に戻ることは、なかった。第36.1任務軍は、駆逐艦、ニコラス、オバノン テーラーを二水戦の駆逐艦の追撃に向かわせたが、二水戦部隊は、この夜、付近の海域に発生していたスコールを利用して、敵の追跡を振り切った。23時36分、二水戦部隊、摂風、浜風、新波、夕暮れは、巨雷の次発装点を終えて戦場に戻ってきた。第六点一任務軍も、リアンダー、ラドフォード、 ジェンキンスを分離して、人形を立て直し、北方への追跡を開始したが、第一化視線の間に、前衛の駆逐艦、ニコラス、オバノン、テイラーの所在が不明となっていた。23時56分、ホノルルのレーダーは、右前方に、複数の目標を探知する。ところが、エーンスワース少将にとっては、この目標が、所在不明のままの味方の駆逐艦なのか、敵の、部隊なのか、 全く判断がつかなかった。二水戦部隊は23時57分に第36.1任務軍を発見すると、再びスコールを利用して、距離6500から7400メートルの距離まで接近し、第36.1任務軍が何も戦闘を起こさないうちに、7月13日0時5分に2度目の魚雷発射と砲撃を行う。二水戦部隊の砲撃により、 ようやく敵味方の区別がついた、エエンスワース少将は、右に進路を取って、砲撃を開始する。その時、二水戦部隊からの魚雷が、第36.1任務軍を襲い、セントルイスの艦首に一本が命中して、艦首下株をもぎ取り、ホノルルの艦首と艦尾にも、それぞれ一本ずつ命中。艦尾に命中した魚雷は不発だったが、艦首に命中した魚雷は爆発して、 ホノルルの監首は垂れ下がった。今や、第36.1任務軍の陣形は、乱れ、後衛にいたグウィンが、ホノルルの前方に出現していた。0時14分、グウィンに魚雷が命中して、大破延長。さらに、ブッキャナンとウッドワースが、衝突事故を起こして損傷した。0時30分、に推薦部隊は戦場を離脱。これを見た、エインスワース少将は、 追撃を命じるが、その命令に従ったのは、ラルフタルボットだけだった。未推薦部隊は5時15分、部員に帰投した。大破した部員は、浸水が増大し、主官2名と乗員59名を道連れにして沈没していった。輸送隊は、海戦の間撃を縫って7月13日0時36分に、コロンバンガラ島、アリエル入リ江に到着し、 輸送物件すべての揚陸に成功の後1時43分にコロンバンガラ島を離れる。部員へ駅島途中、さつきとミナズキは人通の捜索に向かうが何も発見せず引き返した輸送隊は11時40分に部員に帰島した。摂風はアメリカ軍の巡洋艦三隻撃沈を主張したがこれは三つの火柱を確認した斎藤摂風水雷町が 酸素魚雷は一発で一石を撃沈するという先入観を持っていたからである。外南洋部隊の判断は、お巡、軽巡洋艦一石、後鎮、一石、撃沈、二石炎上、うち一石撃沈確実というものであった。大本営も外南洋部隊の判断をおおむね、追認して昭和天皇に創上しており、巡洋艦四石以上と、高銭、二石、撃沈、 一石炎上、味方巡洋艦一隻大破、この戦いを、コロンバンガラ島沖海戦と呼称すという大本営、発表を行った。日本海軍は、司令部が全滅した第二水雷戦隊再建のため7月19日付で、第四水雷戦隊、司令官高間干渉賞を解体し、翌7月20日付で、その要因と兵力を転用し、新しい第二水雷戦隊として、 再編成した日本海軍は、クラワンヤ戦とコロンバンガラ島沖海戦の結果、ソロモン方面の連合国軍の残存水上兵力は、巡洋艦3隻、駆逐艦6隻程度と判断した。また、クラワンヤ戦とコロンバンガラ島沖海戦で、巡洋艦を伴った連合国軍艦隊が出現したことを鑑み、南東方面部隊に増援させていた第七7戦隊を、 活用して、残存水上兵力を撃滅し、輸送作戦を安全に実施できるようにするという計画を立てた。その前段階として、コロンバンガラ島への輸送物件を事前に、部員に輸送することとなった。7月16日有国、輸送物件を乗せた、駆逐艦初行き、第11駆逐隊とも月、づ第30駆逐隊は、ラバウルを出港し、翌17日朝に、 部員に到着。直ちにサツキとミナズキへ、物件の移送作業を進めるも空襲を受け、初雪が沈没、サツキとミナズキ、資料によっては、ユーナギが消破するという被害を受けた。一方、第七戦隊は町会などと共に十六日夜に、ラバウルを出撃していたものの、部員への空襲の法を受けて、一旦退却した。七月十八日夜、以下のような顔ぶれで、 輸送作戦を再開することになった。死体及び第三水雷戦隊は7月18日22時にラバウルを出撃し、翌19日夕刻に輸送隊と合流した。死体と第三水雷戦隊はクラワン北方で敵艦隊を捜索するも遭遇せず反転し、輸送隊は23時40分にコロンバンガラ島の白地に到着して7月20日0時35分までに、 揚陸作業を終えた。しかし、艦隊は姿を見せなかったものの、一連の第七戦隊など行動は、ブラックキャットの名を持つ、夜間紹介仕様のアメリカ海軍のプビー、カタリナによって、筒抜けとなっていた。ブラックキャット機の報告によりガダルカナル島から、夜間攻撃隊が出動し、引き上げる第七戦隊と第三水雷戦隊を攻撃する。夕暮れが、 最初の攻撃で降沈し、ついで熊野にも魚雷が命中して火事故障等の被害を与えた。シンハは夕暮れの救援のため反転するも2時30分以降消息が途絶えた。輸送隊の水月と松風も資金弾で損傷した。アメリカ軍の損害について、摂風は対空砲火で4機を撃墜したと主張している。残存艦艇は17時30分に、 ラバウルに帰投した。軍令部総長は、昭和天皇に対し、この戦闘について、以下のように報告している。日本軍の輸送作戦自体は成功したものの、昼夜は勝たぬ、航空攻撃を避けるため、これ以降コロンバンガラ島への輸送作戦に使用する、ルートを、ベラワン、ブラケット水道経由に切り替えることを余儀なされた。7月22日、水上規模館、 日清が、駆逐艦三隻、萩風、嵐、磯風の護衛のもと、戦車などの輸送物資を乗せて、コロンバンガラ島へ向かったが、ショートランド近海で米軍機の空襲により、撃沈された。太平洋艦隊司令長官チェスターにツ元帥は、後年、クラワンヤ戦とコロンバンガラ島沖海戦における、エイエンスワース少将の戦いぶりについて、以下のように表した。ただし、 レーダーにより、日本艦隊を発見した後、指揮下の艦艇に攻撃命令を出すまで18分の時間を要し、その間日本艦隊に発見と反撃の機会を与えた、クラワン野戦においては、ニミッツ提督の指摘通、エーンスワース少将の指揮の遅さはあったが、この野戦では逆胆によって、アメリカ軍のレーダー射撃の危機を察知した日本艦隊が、米艦隊を上回る速度で前進したため、 アメリカ軍のレーダー探知のわずか4分後に互いを目視で確認できる距離まで急接近した点は状況が異なる。また、ニミッツ原水はエインスワース少将が日本の駆逐艦に巨雷次発装填装置があることを知らず無警戒だった点を指摘している。巡洋艦を中央に置き、前後に駆逐艦を配置する陣形は1942年10月11日の サボ島沖海戦以来常用していたものである。しかし、大乱戦となった1942年11月13日の第3次ソロモン海戦、巡洋艦の夜はさておいて、コロンバンガラ島沖海戦で人数への止めを刺すための突撃をするまで、駆逐艦は海戦においてあまり活躍していなかった。この点を踏まえ、ニミッツ元水は表を一家のように締めくくっている。 いずれにせよ、第36.1任務軍は、中枢の巡洋艦が沈むか損傷などにより、事実上戦力外となった。ソロモン方面のもう一つの有力なアメリカ海軍の、水上部隊である、第36.9任務軍、アーロン・エスメリル少将は、7月12日未明に、ムンダを砲撃し、7月15日に、ザスロットと呼ばれた入場時や海峡を行動している。 ものの日本艦隊と快敵することはなく、つらぎ島を経て7月の中旬から下旬にかけては、エスピリトさんと近海で行動していた。前日の通り、7月20日の戦闘以降も、日本艦隊は、コロンバンガラ島への輸送の際は、ブラケット水道を経由することとなった。連合国軍はこの海域に魚雷艇を配備して、妨害行動に出たものの、大発一隻を撃沈したのみで、 駆逐艦の東京急行には通用せず効果がある妨害とはならなかった。連合国軍の敗北により第36.1任務軍の兵力減少と第36.9任務軍の遠方での行動は連合国軍による当面の妨害手段は魚雷艇と駆逐艦航空機のみとなっていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。